今日もですねビットコインインスタリオのリププイ a エイダ g m t ジム登録名柄チャート分析していきますので是非ね最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが本日がですね7月の16日の土曜日の週末ということで時間がですね午前11時15分というところでね今日の動画を撮影しております。 さあ今日もですよ、12本目も、えー、今日も今日とて皆さんにですね、元気と勇気とうんパワーをお届けしてまいりますので、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらなと思いますよ。ということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャートムズキに役立ち情報を日々日々配信しております、ね。今日の動画を見て参考になったな、ためになったな、面白かったな、なんて思っていただいた、そこのあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとベルマーク通知をオンにして、チャンネル、そして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。ということで、早速始めていきますが。 今日もね、間もなくもう終了となりますが、えー、WSAT のですね、もうあと2回発表できるんかなあ、でも発表できひんわ。もう今日で終わりですね。今日で神セブンの発表も終わりですよ。ね今日がラストの神セブンの発表となりますが、えー、明日、明後日はね、ちょっとね、動画がお休みなので、ちょっとね、そちらの方をご、ご理解、ご了承いただけたらなと思いますが、えー、やっていきますので、 えー、興味がない、必要がないという方は、動画の概要欄、チャプターから、えー、自分の好きなチャート分析の、えー、自分の好きな銘柄のチャート分析まで、えー、ワンクリックでね、スキップ略してワンクリップ、えー、することが可能となっております。そちらも活用いただいて、皆さんの時間に合わせて、えー、皆さんの好きなように僕の動画をね、お楽しみいただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、早速ね、今日もね、京都で始めていきますが、ただですね、あ、ここからオープニングトークで、ね、あのー、 必要な人は飛ばしてや、うん、あの今見てる人は勇気の,のオープニングトーク、えー、見たいっていう方のみで、えー、というのを前提に喋っていきますよ。はいえー、でね、えー、やっていきたいなと思うんですけどもその前にですよちょっと今日ですねもうずっと頭の中に流れているメロディーがありましてねそれをもう歌わずして、えー、今日の動画はスタートできないということでねこのワンフレーズだけ皆さんにお届けして。えっと 特に何の意味もございませんもうずーっと今ね頭の中でリピートされてるんでそれをもう口から出さないと僕はねチャート分析に映れないということで、えー、こちらだけ歌っていきたいなと思いますいきますよこんなに EverydayEverynight 愛してたなんてもう EverydayEveryday ななないいこれがもうねなぜかかわらない別に今日はさこの歌を聴いたわけでも何でもないもうずーっと頭が離れなくて今日はもうこれ歌うの始められへんなということで今日はこちらの、えー、歌を、えー、皆さんにお届けいたしました。 <laughs> はいということで、えー、早速、えー、もう今日のね、えー、仕事はもう一通り終わりましたので、えー、早速ですね、えー、神ムのコーナー、えー、今日の今日でラストですね神ムのコーナーを発表していきたいなと思います。もうあとね、えー、一日とね日時間 っていうとこなので、まあ明日の、えーと、だから、何時わからんけど、うん、には終わっちゃうということで、まあ明日中にはね、えー、終了というふうになりますので、えー、皆さん最後まで気を抜かずに、ね、戦っていただけたらなと思いますが、えー、私のチームがですね、えー、なんとね、ちゃんと、えー、損益プラスですね、はい、損益率プラス、ね、プラス20%のプラスで、えー、チーム総合ランキングが1 8 1、えー、これは、えー、世界で460チームぐらい出てますので、真ん中よりも十分上ですね。はい、で、えっ、ー、と、チーム地域別、えー、これはですね、あの、 日本のチームということですね日本のチームカテゴリーの中では19番目何組出てるかちょっと分からんけど <laughs> 19番目すごいよ多分なで僕のチーム内個人ランキング3位神3ね僕渡辺麻衣ちゃんちょっと推しではなかったですけども渡辺麻衣の1位につけておりますがえー、今日も今日とて神ンのコーナーやっていこうかなと思います。 もうね、神ワンツーはね、もう終盤、えっと、終盤、中盤から終盤までは、もうずーっとこの二人でしたね。はい、もうチームを引っ張っていただきました。もう、ある意味、たっちゃん、かっちゃん。まあ、ダブルたっちゃんでしょうね。はい。えー、というところで、えー、まず、えー、神ワン。ねえ、帰り咲いてからは強いですね。70%ー超えてきました。えー、ドムシちゃん、神ワン、素晴らしい。ナイストレード。ねえ、70.73%ということで、約71%のプラス。素晴らしいですね。そして、神2。 ね、こちらももう不動でしょ、まあ、だからもうこの2人も完全にねあのー、もうたっちゃんたっちゃんじゃなくもう間違いなくもううちのチームの前田敦子と大島優子であるともうあの黄金期ね AKB48 の黄金期を支えてもこの2人であるということでいいんじゃないかなと思いますはいでえっと過密ね今大島優子の位置につけておりますが ヘビーローテーションで言うと逆やけどね。ちょっとこんなことを言い出したらもうちょっと長くなるから置いとこ <laughs> 俺すっげえ、あのー、マニアやと思われちゃうから、オタクやと思われちゃうから、もう別にこ,こんなんしたことないし。うんあの大丈夫ですよ。ただまけ、あ、AKB40 は好きでした。あの黄金期はね。黄金期の AKB40 はすごい好きでしたね。はい、まあ、それは置いときましての。え、ケイジちゃんが <laughs> 話が飛びました。カミツー、ケイジちゃん、えー、62%のプラス約ね、62%プラス。素晴らしい。ねー素晴らしい結果でございます。まだ終わってないから、最後まで走り抜いてくださいね。このままね。はい。えー、 えーでリー俺やお俺だ。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 俺俺をいや俺やでっていうことでね勇気やでが3。5%のプラスということで、まあまあなかなかの数字じゃないですか。それはね、あのすごい人も上見たらきりない。下見てもきりないけど、35%いいでしょう。十分なプラスやと思います。はい、えー3。5%のプラスでスリーでございます。私が。 はいまだね、ニュルちゃんにはね、すぐすぐ、えー、ニュルちゃんにも神戸ビーフにもね、うん、MCP の、えー、神戸ビーフちゃんにもですね、もうすぐすぐ抜かされるようなパーセンテージなんで、ただよ、もうこれはもう最後やからさ、もうあと1日やん。もうプラスで終わらせようとは思ってる。うん、なんかこうフルスイングしてさ、もう0か100かこっからやるんじゃなくて、もうこのままさ、あのー、気持ちよくさ、プラスで、あー、この WSOT もね、頑張ったけど、プラスでちゃんと終われたなっていう結果で終われたらいいんじゃないかなと思ってる次第の勇気で、よ はい。え、ということでですね。ま、ぜひ最後まで走りに行っていただけたらと思いますが、え、神4がニュルちゃん32%のプラス。はい、素晴らしい。ね、無理なトレードせずにね、このまま、え、最後まで、え、プラスでね、え、着地していただけたらなと思ってます。はい。で、神5が、え、MCP、ね、モストチャンドンオンプレイヤーことですね、え、神戸ビーフですね。え、神戸ビーフこと、え、神戸ビーフがですね、え、約30%のプラス。素晴らしいですね。はい。あなたのことが、時だからーいうことでね、はい、素晴らしい、え、順位でございます。はい。でですよ。 ニューネームがここに来て、えー、ここに来て割り込んできましたね <laughs> はい神6、えー、怒りマークああ怒りマークあーと怒りスーパーが好きなんから <laughs> もしくは怒ってるんかな怒ってるのかしら分からへんけどもね怒りマークちゃんがですねはいなんと滑り込みの神6、えー、で4.42パーまあまあまあこれはもうねあのー、有機的死者誤入でいきますが、えー、5%約5%のプラスですねはい素晴らしいはい で、もうずーっとね、本当にね、ぬるりとこう、ずーっと神セブンに居座り続けたといいますか、居続けた、素晴らしいですね。はい、神セブンこと、あまあ、板野友美ですかはい、神セブンこと、えー、YKK ちゃん。はいですね、約4%のプラス、素晴らしいですね。はい。ということで、えー、こんなところですね、勇気図も、えー、最後の最後までね、プラスの方も頑張っていただいて、ね、えー、チームで、えー、トレードしていただけた方、本当にありがとうございました。はい、えー、来年もね、えー、WSOT あると思います。 で、僕は基本的にはもうチームは作りたくないと思っておりますがもううちのしゅんちゃんがですねもうどうしてもやともうしゅんちゃんもどうしてもやと。 ね、いうことで、ね、まだ作ると思いますので、えまた来年もですねえ、皆さんと一緒に戦えたらなというふうに思いますので、ぜひですね、来年も、えー、まあ、ね、もっとこう、なんていうんかな、もうプラスがね、何百パーとかっていうチームに入りたいという方は、全然それでいいです。あの、僕のチームに入ってくれなんて、僕は一言も、一言も言ったな。<laughs> 言ったな、うん。あの、一つも思ってないので、はい、あの、入ってもらってもいいし。 僕と一緒にこうやって神セブンで名前が呼ばれたいっていう意味合いで入るのもよし、ねえー、優勝チームに参加してなん、ね、とか 200%300% やと、ね、10位以内に入ると賞金もらえるから、ねえー、200%300%、ね、取って、ね、賞金の分け前というかをもらってもいいし、まあ、それはもう本当に、ね、皆さん次第な、えー、戦略というかになりてきますのでこの辺りは、ねえー、来年も楽しんでいただけたらなと思います。はいということで、えー、早速ですね、えー、チャート分析に移っていこうかなと思いますがちょっと待ってや。 そう、でねあの一応まあちょっとポロッとだけ言いましたけどえっ、ー、と動画ですねえー、明日が日曜日いつものお休みなんですがえー、その次の日祝日海の日ですねもうえー、まあ別に普通にいつもやったらね祝日関係なく動画出してるんですがちょっと予定があるのでえっ、ー、と日月と動画お休みしますで月曜日はえー、僕ちょっとね釣りに行くんですけどあのアノマリがありまして勇気アノマリがございまして勇気が釣りに行ってでしかも山奥で県外で。 でね、あのー、その、ある、僕のね、専門学校の時の友人と行くんですか、あのー、連れと行くんですけど、まあ、そいつと釣りを行った時って、県外から降りてきた時に大暴落しているっていう、あのー、本当に世界が、もうなんかもう、ツイッターパッて開いたら、もう、すっごい、阿炎教官がブワーって流れてくるみたいな、あのー、アノマリがあったりしますので、えちょっとだけお気をつけくださいあ。これも完全にオカルトです。はい。あのー、落ちなかったこともあるんで、ただね、2回経験してます。県外で、もう全然もう、要はチャートも見れないんですよ。 で、釣り集中してやってて、で、お昼ご飯に降りたら、わお 猛烈当たろうってなってたことがあるので、えー、ちょっとだけね、えー、注意はしていただけたらと思います。えー、月曜日ねはい祝日の月曜日ちょっとお気をつけくださいよと。まあそれはもう本当にねえー、オカルトなのではいあの <laughs> なんとなくも聞いといてい話3分,の3分の1ぐらいで話3分の1ぐらいで聞いてもらったらなと思います。あのすいませんこれに関してはもう発作なんでねあの3分の1っていう言葉を使ってしまうともう順3分の1の順序な感情を歌わないとない。 いけないというねあのもうこの刷り込みがございますのであのこれはもうご理解いただけたらなと思いますはい、えー、早速、えー、ではね、えー、ビットコインのチャート分析が行きたいなと思いますがもうこれねさっき総評しとくわ総評しとくもう操ちそう <laughs> もうっそうもうこれもう全銘柄見てももう操ちそう だからこそ上がる可能性もあるしまあ一応4時間足とかやとビットコインやともう一筋の光は見えてるからまあそこだけご説明できたらなと思うんですが冷やしレベルで見たらもうオール落ちそうです。 はい、なので、そこはね、ちょっとさ、えー、先にね、えー、総評としてお伝えしておきたいなと思いますが、まあ、これもずっと伝えてたので、まあ、いいのかなと思いますが、まあ、とりあえずビットコインで言うと、2万2000が上限、で、1万8500が下限の、えー、レンジ、もしくはトリプルトップ、三、え、存、ー、的な動きをしてるんじゃなかろうかっていうのは、もうずっとお伝えしてきております。なので、えー、大きく下に落ちなら1万8500割れ、ね、大きく上がってくるなら2万2000、えー、抜け、えー、ブレイクというところで考えておりますよというのは、もう伝えておりますので、これはもうおさらいとして、えー、さらっと流していきます。で ここからですね。まず1つ目え冷やしてみてください。えー、まだね。上限には到達してません。なので、上限まで到達する可能性っていうのは十二分にありますし。しえー、冷やしやとね。25ema っていうところが抵抗体になってるんで、まあ、ここで落とされるんやったらえー、右側ですね。がえー、ちょっとお待ちください。<laughs> お待たせしました。 えー、まあ、皆さんにとってはですねもう数秒間やったと思うんですけど、えー、なんとですねこのタイミングでアマゾンが、えー、届きましたね <laughs> で、えー、本日も、えー、皆さん、えー、衝撃ですお聞きください緩衝材多分んゼロでしょうね <laughs> 頼むからさ中の荷物が動けへんようにけはしてくれへんかなアマゾンさん、えー、この前も言ったけど <laughs> <laughs> はい。まあ、ということでね、ちょっとあの、えー、ちょっとお待ちくださいって言って、カット入りましたけど、Amazon が届きましたということで、えー、早速ですね、本題に、えー、戻っていきたいなと思います。はい。で、まあ、さっき言った通り、えー、冷やしのね、25EMA っていうところで、今、抵抗されてるので、このままですね、加減を試しに来るよは、18,500試しに来るっていうパターン、全然あると思います。で、18,500でサポートされて、ね、えっ、ー、とト、トリプルボトムとか、えーね、4回目のね、底屋とかっていうことになりますが、まあ、とりあえずですね、この短期間での、えー、ダブルボトムっていうところで、25EMA が、えー、 ネックラインで上抜けてくるというパターンまあここまでは想定しておいていいんじゃないかなと思いますはいで今のまあちょところそこそこだけ見とくで18,500割るんやったらもう一段下なので、えー、それこそ14,000まで見ていくという形になりますから、えー、しっかりとショートを取っていくとただ今すぐどっちのポジション取りやすいですかって言われるとセワショートの方が近いなので、えー、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 ここからはですねショートで18,500ぐらいまで18,80018,500ぐらい、えー、この辺りまでのショートを取っていく方がまあ 優位性は高いのかなというところですじゃあロングどっから取っていったらいいんですかユイさんとロングはどっから取っていったらいいんですかシルブプレート、えー、シルブプレっていう形皆さんね今ハテナマークが出てると思うんですけどロングは え僕の中では冷やしレベルにはやっぱり2万2000上抜けからでいいと思います。2万2000上抜けから2万2000の、えーせえー、裏タッチングロペースのパンパス街。えー、ムーニーマン街ね。えっ、ー、と、何やったっけな。この前ね、メッセージいただいたんです。えっ、ー、と、ムーニーマンじゃなくて、えっ、ー、と、オムニバスじゃなくて、3 9度のとろけそうな日。えー、違う違う違う。えっ、ー、と、ちょっと忘れました。えっ、ー、と、うん、えー。忘れたんですが、まあ、とりあえずパンパス街。<laughs> おいつもとりでいこう。 <laughs> わけ分からなくなってくるからはい抜けた後の裏立ちンクローゼのパンパス外ここを狙っていって2万5,000ぐらいまでの馬の余地を取っていくっていう形がまあいいんじゃなかろうかとロングの戦略でいくとね、うん、この辺りを、えー、考えておりますのでこの辺りをね参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立てくださいこれに関してはちょっとねあのー スイング的な、えー、数日持つようなポジションになってしまうかなと思います。2万2000上抜けからはね。はい。で、えー、短期的に、えーまあ、中期的に、えー、ここからね、どういうふうな戦略を立てていくかっていうと、さっき言ったみたいに4時間足だと、ちょっと一筋の光はあります。なんでかっていうと、まずですね、ビットコイン見てください。これ、えー、ビットコイン見てくださいっていうか、ずっとビットコイン見せてるんですけど、4時間足見てください。はい。えー、結局ね、えー、僕の言った1万8800というところ線にグイグイグイってちょっと強く上がってきてます。で、一つ目のポイントとしては、前回抑えられた 200M。 ここ上抜けてて今今200今今今今 200MA に裏タッチングロペスですねのパンパース外っていう形で狙っていけるっていうポイントとまもなく 25M とか 50M 中期戦短期戦ですねこの辺りが要は 200MA を上抜いてくるまあゴールデンクロスゴールドクロスセイントセイヤーですね久しぶりに言ったセイントセイヤーがねえーそろそろ起こりそうだというところもあってまあ若干の上,ねえと上目線はまあなくはないんじゃないかなというところですね。 はい、でやっぱり2万ドルっていうところにもう一回タッチしに来るとかまあいろいろパターンはあると思うんですがまあ、今ちょっと強めには上がってきてるのでさっき言ったみたいに上限を試しに来るパターンがあるんじゃなかろうかというところでございます。はいでえ冷やしやと25位目で抑えられてるから冷やしの25位目を抜けるっていうことは結構僕の中ではえー、と上目線強めてもいいんじゃないかなっていうまあ、ね、事象なんですがただですね これ、ね、ちょっと入り乱れてるんですよ。どっちみち上位足っていう、まあ要は、えー、と4時間足を見てたら、日足とか6時間足とか、まあそれを上位足って呼ぶんですけど、上位足を見たら落ちそうなんですよ。だから、結果的に上位足に抑えられるパターンの方が強いんじゃないかなと思うんですが、まあ一応ね、えー、もしここで、えー、25EMA であったりとか、200MA、このあたりですね、えー、25はちょっとね、細かいけど EMA ね、25は僕は EMA で見てます。で、ただ、えー、200MA っていうところが効いてたので、そこに関しては、えー、素直に、えー、現実を見て 認めるしかないというところで 200MA のサポートっていうのは今のところちょっと確認はしてますよとはいこのあたりでサポートがあってで、えー、上に上がってきたとしたら、えー、2万1800ぐらいかなこのあたりが、えー、上限と考えている赤いゾーンプラス、えー、冷やしレベルで出てたと思うんですが白のチャンネルですねの上限というところプラス、えー、200、えー、ごめんなさい4時間足の 200EMA ね 200EMA ここ交わってくるんですよ だからこっから押し目を拾ってもいいけど、これはもう短期的には、もうデートレぐらいになると思いますよ。デートレから、えー、もうスイング弱っていう感じが一1日ちょい持つかもしれへんけど、あの、4時間足なんでね、ローソン足がほんの本数によってはっていう感じですが、えー、一応2万1800ぐらいまでを、えー、の上値落ちっていうのを狙っていけるようなロングは取れるかなと思います。例えばやけど、この今すぐね、今すぐこの 200MA っていうところの、えー、おセにロングから 25EMA まで、えー、よいしょ、回、 えと買い下がってもらってで、えー、とここから、えー、25EMA を割るんやったら一旦損切りで2万ドルっていうところのサポートを確認してで、えー、再び2万800ぐらいまでの上値落ちを取っていくという感じの短期的な戦略はありかなと思いますたださっ,きさっきも言ったみたいに今現状ね今現状、えー、ともう確実に日足の 25EMA で抵抗されましたからここに関しては、えー、2万、えー、1800っていうところを試しに来る。 二、えーえー、万じゃないごめんごめん,ごめん,ごめん1万8800っていうところ800から850、えー、を試しに来るっていうパターンの方が強くは,は見えますので、えー、しっかりと撤退ラインは決めて、えー、入っていくロングかなと思いますはいなのでロングを強く打ちたい、えー、っていうのであればもう僕はもう2000上抜けから、えー、1万9800とかねえー、えー、じゃじゃじゃもう。<laughs> 数字が読まなくなってきたらごめんごめん2万1600ね、はい、2万1600とか、えー、2万千0 0 0とかこの辺りを上抜けてから抵抗体と思われているポイントを抜けてからの、えー、裏タッチングロペースのパンパース買いこれが、えー、基本的には強気なロングですね、はい、今は短期的なロングしか考えれませんから、えー、現状は、えー、そういった形のシナリオ作りにいそ、えー、しんでいただくというところかなと思います、はい、なので、まあ、この辺りを僕は見ておりますのでこの辺りを参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけたらなと思います僕はあくまで皆さんの、えー、参考にし なる数字というのを出してますが最終的にシナリオを決めてトレードをするのは皆さんですから必ずですね自分のシナリオに作り変えてまあそれが僕に2回を結果的に2回寄ってた全然それはいいと思うんですけど僕は基本的にはミラトレは推奨しないタイプなので必ずですね情報は用法要領を守って正しくお使いいただきながら皆さんのトレードスキルをアップするために僕の情報っていうのはお使いいただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますはいまあそのところですね でしょう。はい。というところでございます。では、まあ、そのまま続きましてがイーサリアムですね。えー、イーサちゃんが、えー、特に落ちそうですね。えー、冷やしで見てもらったら特にわかると思います。えー、僕の言っていた、えー、上限いっぱい、えー、来ておりますね。で、冷やしレベル、ちょっとアップにして分かると思うけど、冷やしレベルで実体ガッチガチよね、これ。僕が意識してのこのヒゲゾーンですね。このヒゲゾーンに実体が残ってきたら、おおって思ってもらっていいと思います。はい。 あこの部屋上がりそうだなって思ってもらっていいと思うんですけど,けど、えー、上髭がつけられてるゾーンですね、えー、このゾーンよりもこの一段下に実体ゾーンここガッチガチっすよねもう見てもらった方今回も抑えられましたねはいで、えー、1回2回と、えー、3回ですね実体でしっかりと固められているゾーンに今ちょうどいてますのでこの、えー、今日の冷やしがですよ陽線とかになってこの髭ゾーン のところに実態を残せるようなことがあれば、一旦僕は上やと見ていいと思います。はい、一旦上。えこれはもうビットコインと同じですね。うん、ビットコインと同じ見方。 えー、ゾーンの上抜け、えー、っていうところは一旦上を、えー、目指してもいいんじゃないかなというところで考えております。で、イーサリアムに関しては上値落ちでいくと、えー、1500ぐらいまでの上値落ちが見えるような,な形になりますから、えー、このあたりは、えー、1250ぐらいから250ドル幅十分ですね、の上値落ちを狙ったらロングっていうのは、えー、シナリオ作りに、えー、シナリオ作りをしていただいてもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。ただもうガッチガチなんで、だから落ちそう。 こっからもう一回そこを試しに来るイメージしか見えへんや。こんだけなん、もう、天丼天丼よ。<laughs> もう、はい、この上限、はい、えー、ね、直近の高値で、実態押されられましたね。だから、えー、加減試しに来ますの、えー、千、えー、千五十ぐらいかな。はい、でもう一回、えー、トライしました。はいはい、ダメダメーつって、はい、通行止めですよーって言って、また下がってきました。えー、千五十までね、綺麗によ。見てよ、綺麗よ。綺麗なレンジ。 ねえこんな綺麗なレンジないでってことはもう相当多分ね爆弾溜まってますはいもうこれも何度も説明しますが、えー、ショートの人の損切りがここに溜まってますねえー、ロングの人たちの損切りがここに溜まってますまあ要はどっちに貫くかの勝負です今現状ねはいなので、えー、その結果を待つっていうところが、えー、一つ目やしレンジの中を、えー、しっかりと取っていくのも一つの、えー、作戦やしそれはもう皆さんのマイルールだったりとかトレード手法っていうのがあるから、えー、それに従ってシナリオ作りをしてに、して、えー シナリオ作りをしていただければと思いますが。 はい、とりあえずですね、僕が見ているのは、この、えー、上限が1,250、で、下限が1,050の、えー、200ドル幅ぐらいのレンジで見ておりますよというところですね。はい、なので、ここから、えー、もう1回1,050、えー、1,000ドル付近ですね、ここを試しに来る動きっていうのは、10分に想定できますから、えー、ここは、えー、しっかりと想定した上で、えー、シナリオ作りをしていってください。なので、さっきのビットコインでも言いましたが、えー、損切りラインっていうのは、えー、しっかりと定めた上でのロングっていうものしか、今の現状は推奨できませんよというところですね。はい。 ただ、これ初めてビットコインとは違ってイーサリアムちょっと強い部分で言うのであれば、冷やしレベルで 25EM 上抜けれているというところですね、ここだけです。はい、久しぶりちゃうイーサリアムの方が強めっていうか、あのちょっと,、えー、と希望の光が強め、うん、光がこ,うこれぐらいに遠くに光ってるのからあの、これがビットコインとしたら、イーサリアムこれぐらい光ってる。<laughs> 差が分からん <laughs> 分からんけどまあけど25 e m a が上抜けれてるっていうところはすごく重要な部分だと僕は感じてますのでこれをビットコインが同じくして25 e m a を貫いてくるのであれば相乗効果で上は目指せるのかなと思いますただそれを判断するのが、えー、っとレンジの上限になってくると思いますので、えー、僕がさっき言った通り上限を抜けるまでは、えー、基本的には強気なロングっていうのはまあ難しいのかなというところでございますはい。 で、イーサニムに,に関しても一緒。今からね、背が近いのはショートですから、ショートを打った方が優位性はあるかなと僕は見てます。ただ、第一ターゲットは1050ですね。このままレンジっていう可能性も全然あるからね。レンジっていう可能性もあるから、しっかりとレンジの想定もしておいて、1050が一回ターゲット。で、1000割ってきたら、そのままですね、ストップを下げ、ストップロス下げておいて、利確幅を下げておいて、この辺りに利確設定して、で、抜けた後、そのままドーンと落ちてくるんやったら、そのまま自分のショートを伸ばしていくっていう作戦もある,やあるしね。この辺り は皆さんの好きなように、えー、お使い、いいたただけたらなと思いますがシナリオ作りにお役立てください、はい、は、まあこんなところです。まあほぼほぼビットコインを踏襲してください。はい、ただイーサリアムはもう上限いっぱいまで来てますからビットコインはこのまま、えー、上限まで少しあとね上値余地があるのでそこまで到達するかもしれへんけど、えー、イーサリアムが今上値余地いっぱいというところですね。なので上限いっぱいというところまで来てますからここから下落してくれたらビットコインはちょっとね、えー、足らずに、えー、見え方を少し下げた状態。ビットコインはこの形ですね。 こういう形で下げてくるし、えー、イーサリアムがこのまま下がってくるんであればね、同じくして下がってくるんじゃなかろうかという形で見ておりますので、えー、このあたりはですね、えー、両方投資をしながら、えー、シナリオ作りをしていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、続きましてが、えー、リップルちゃん、えー。リップルちゃんももう落ちそう。 <laughs> あのー、もうこれもねもう言うたらもう僕のチャート分析見てくれたらほぼほぼ抵抗されたポイントっていうのはああなるほどここねっていうのはもう理解できると思うはいえー、これもずっと出してます、えー、この冷やしレベルのチャンネルですね白のチャンネルここの上限いっぱいで上ヒゲ出してきましたはいただえっ、ー、とね もうさっきも言ったみたいに一筋の光があるとするならばビットコインもイーサリアもそうなんですが今冷やしを、えー、切り替えた状態要は今日の冷やしになった、えー、ところから要は、えー、とー下に降ってますよねだから寄り付き逆行という形で引き順行っていうところで一旦下に降って下行をつけた形でこっから陽線が出てくるのであれば一つチャンスなのかなというところはありますなので今陰線で出てくるっていうのは逆に僕はチャンスなのかなとは思ってるんですが、えー、ちょっとやっぱりね あの落ちやすそうなポイントではあるので、上髭なしで陰線で出てくる可能性っていうのも全然あるのかなと。んで、まだ全然寄り付きなんで、ここから一回、もう一回上に振って、ね、今度は上髭を作った状態でもう一段下げてくるっていうパターンもあるからね。うん、そこはちょっとケアはしておかないといけない。冷やしなんで長いから24時間あるからね。あのそこはしっかりと、えー、ケアはしておいてください。安易にはいけないかなと思います。はい。ただ、えー、リップルに関しても、えー、これちょっとビットコインと同じかな。うん、だからイーサリアムだけ抜けてるって感じ。 一足先に、あ一足お,お先にっつって、えー、いう感じで抜けてますが、えー、リップルに関しても、冷やしの25円目できっちり抑えられてるし、えー、チャンネルの上限いっぱいですね、タッチで今、えー、どうしようかなって巻いてる形に見えるので、このままやと、もう一回0.3を試しに来る動き、要はチャンネルの中央線っていうところかな、えー、チャンネルのチャー線ですね、うん、チャー、うん、チャー線、えー、チャー線を試しに来て、 0.3、えー、少し割れるぐらいかな。この辺りを試しに来て、もう一回上に戻せるのか、はたまた抜け出して、えー、そのまま2.0.23とか0.22ぐらい、えー、この辺りまで下落してくるのかっていう形で見ていけるかなと思いますので、まあ、この辺りはですね、ぜひ数字や関係、えー、参考にしてもらいながら皆さんのシナリオ作りに、まあ、お役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。なので僕はもうこのチャンネルの上抜けからだけですね、えー、もし狙っていくのであれば。 えー、なので、上抜けるってなると0.34とかやと思います。0.34,0.33。このあたりですね。上抜けたら、この0.34,0.33。もしくは、このチャンネルの上限ですね。ここの裏タッチングロペスのパンパス外を狙っていて、強気にロングという感じかなと思いますので、えー、このあたりはですね、ぜひ、えー、注目しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。よいしょ。で、えっ、ー、と、まあ、一応4時間はしみときますけど、えっ、ー、とね、 ビットコインも同じくしていましたが、4間関に若干の規模の光は見え,見えてるのかなと思います。今、綺麗に、ね、200MA と 25EMA ですね。このあたりの,もうこの、えー、と移動平均性の集合体というところでサポートが入ったので、このまま高値を更新して、 えー、これ分かりやすいな、リップル。やっぱりリップル今ね、ラインとかが結構素直に効くんですよね。前回も 200EMA に、えー、抵抗されて落と,し落としました。で、今回も 200EMA に抵抗されて落としてきてますが、えー、今度はちゃんとね、えー、移動平均線の集合体、えー、セルの完全体みたいなもんですよね。はい。なので、えー、とこのあたりでサポートされて、この、えー、直近の高値ですね、0.34というところを上抜いてくるやったら先のパターンですね。はい。この裏立にくる。 裏タッチングロペスのパンパースガを考えていくに、た、えー、る、えー、チャートパターンが出てくるかなと思いますので、このあたりはぜひですね、参考にはしておいてください。はい。なので、まあ、ここからですね、あのどうなるかっていうのを注目していくような形にはなるかなと思いますが、どっちかっていうと、今は、えー、背が近いのはショートなので、そこに関してはしっかりと理解した上でのシナリオ作りっていうのがいいかなと思います。はい。ロングは短期的というところは、えー、もう一回ね、もう一度大事なことなのでお伝えしておきますよというところでございます。はい。ただ、強いのは強いです。 はい、で、特にビットコインで行くとね、2万2000円ぐらいまでの上昇っていうのは十分にある、えー、今現状かなと思いますので、えー、短期的なロングっていうのは一つ、えー、ありかなとは思いますよ。はい。で、続きましてがエイダちゃん。エイダちゃんに関してもめちゃくちゃ弱いですね。弱いというか、まあ、落ちそうなイメージには見えます。えー、これももうずっと、えー、出してた黄色いゾーンなので、もう皆さんご存知の通り、ご周知の通りかなと思いますが、えっ、ー、と、ここですね。この黄色のゾーン。 直近、えー、サポートガッチガチされた黄色のゾーンに対して今、えー、突っ込んできたけど抵抗されて下落という形に見えるなというところですねなので抑えられそうだなというところで見てます。ー、は、に、い、に関してては 25EMA すら届いてないなのので、まあ、こ,のこの後 その他銘柄、まあ、今ね、チャート分析してきたビットコイン、インサイレム、リップル、この3銘柄がどうなるかっていうところが、だいぶ作用してくるんじゃないかなというふうに思います。はい。なので、ビットコイン、インサイレム、リップル、このまま下がってくるんやったら、エーダーは下がってくると思うので、ってことはよ、あえて別にエーダーでトレードする必要はないんじゃないかなっていうところですね。はい。わかりやすい、それこそ、抵抗体があるビットコイン、インサイレム、もしくは、リップル、このあたりでトレードする方が、 うん、まあ分かりやすいのかなと思います。はい、先行して上が,、えー、上がったり下がったり、えー、ラジバンダりしてくると思うので、それに合わせて、えー、エイダーをトレードするっていうんであれば、やったらビットコインとイーサリアムでよくねっていうの感じはしますけど、はいまあ、どうしてもエイダーでトレードしたいんだと、えー、いう方は、ぜひですね、この辺りを参考にしていただけたらと思います。はい、でエーダーに関しては、僕の中では、えー、0.46、えー、47、えー、45、まあ、この辺りですね、0.45付近、えー、この辺りを上抜けてから、 この抵抗台上抜けてからの、えー、裏タチの別ペースのパンパス外、えー、ロングはここだけですね、推奨できるとしたら、今現状のロングは結構厳しいかなと思います。はい特に冷やしレベルで見るとね、えー、もう一段下げてくるか、えー、はたまた上抜けてからのロングかというところでございますよと。はい、でしかもですね、4時間して見てもらったら分かるように、えー、もうちょっとアップにしないと分か,かな。ぎゅっと伸ばしますが。 形的にもうこの形しか見えなくなってきてますよねこれねビットコインとも,も、えー、同じ形を作りそうなのでちょっとケアをしてお,おいてほしいんです特にビットコイン三十分足見てもらったら同じような形してるのではいこれはちょっと踏襲してください、えー、珍しいな映画中にビットコイン踏襲っていうのはねこの形で作ってきてるのでこれ右肩できてきたら最近本当にね短期足三十分足十五分足の三存って結構効くんですよ これ僕最近本当にめっちゃ綺麗な三尊出るなと思ってるんですけど、えー、その形で出てきそうなのでこれでもし、えー、1時間足とか30分足で、えー、落とし込んでもらってこれね見てもらったら分かるようにこれ左肩。 ね、頭できました、えー。右肩作ってくるってなると、やっぱりさっき言ってみたみたいに、えー、加減を試しにくる動きになりそうなので、そこに関してはしっかりと、えー、ケアをしておくべきかなと思います。ちょっと下げそうだなっていう、えー、チャットパターンが短期足でも出てきてますので、えー、そう考えると、長期足で抵抗されてるから短期足で3度出てきて、で、一時的に下げる。で、そこを試しにくる動き、0.4ですね、エダイヤとね。0.4を試しにくる動きっていうのをして、で、再度ダブルボトムであったりとか、ね、おじいちゃんする可能性もあるからね、最近に行くのね。 その辺りは、えー、しっかりと0.4付近っていうのは、えー、サポートをチェックしてもらって一時,一時的に、えー、短期的なロングっていうのは一つありかなと思いますガツンと下げたらやっぱりね一時的な反発っていうのはあったりしますからそのリバト、ね、リバ狙いのロングっていうのは一つありかなと思いますので、えー、この辺りは是非、ねえー、参考にしていただいて皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというところでございますはいでは続きましてが、えー、GMTGMTGMT、えー、ですね ほんまね最近ね現物のチャートの動きが悪いわ。動いて、動け、動け、動いてよ動いた。よいしょ。もう全、もうあのさ、もうこの手がさ、この手がギュってチャートつかんでんのに動いてくれへんから。ねえ、大変ですけど、えー、こんな感じですね。はい、えー。これに関しても、ちょっとビットコインにかな。 と思いいサイとここまで0.1ドルジャストぐらいまで上がってきてるんですがビットコインみたいに若干切り下げたような形での3ゾーンという形が今現状を警戒しないといけないパターンかなと思います、はい、その場合は0.8割になってくるので、えー、GMT に関しては上限が1ドル下限が0.8ドルです はい、ここに対して割れてくるんであれば、えー、下やし、ね、1ドル上抜けてくるんやったら1.3まで僕は上,上値落ち見てるので、や、え、し、ー、っていうところで、えー、シナリオ作りにお役立ていただけたらなと思いますが、もう簡易的に言ったらここです。で、あとはもう本当にほとんどのチャートパターンが同じような形で出てきてますから、そのあたりを踏襲しながら、えー、皆さんの引いたラインっていうところが、えー、間違いない、えー、ラインですから、えー、価格帯ですから、そこを参考にしていただいてのシナリオ作りっていう形になってくるかなと思うので、まあ、このあたりを、えー、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。形はほぼビットコインです。 はいなのでえー、とまあ、もう一回言いますけど、えー、GMD に関しては1ドルの上抜けから上値余地を狙っていくロング。えー ドル割からのショートという形ですねただ今現状がもう抵抗体にピタッとピタッとハウスしている状況ですからそこからですね下落してくるんであればここはショートを持っておいてターゲットは0.8とで0.8下抜けるんやったらストロボスを、えー、と利確位置を下げてもらってでもしね反発した場合はしっかりと利確を要は自分の利益を確保した状態で下への下に落ちっていうのを狙っていくという感じのシナリオになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この辺りはほぼ 同じこと言ってますから、えー、ビットコイン、えー、ないしはし、えー、イーサリアムの、えー、チャート分析を、えー、踏襲していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。では続きましてが、えー、ジムちゃんですね。これは俺が悪い。はい。えー、ジムに関しては、もうこれも昨日一昨日かの動画で言いましたが、 三角持ち合いも下割れてしまってるので基本的にはちょっと弱いような形です。はいでしかも高値もどんどん切り下げられてるので実態ではねかなり厳しい状況ですね。なのでまあ、えー、これに関しても,もず,ずっと言ってますがビットコインインサリアムの動きに、えー、付随するというか、えー、既存ん うん付随するやな、えー、いう形になってくると思うので、基本的にはビットもンインサリモが落ちてくるんであれば、やっぱり落ちてくるのかなっていう感じで見るしかないかなと思います。はい。ただ一応ね、えっ、ー、と0.048、まあ約0.05ですよね。このあたりがまあ実体験ではなんとか耐えてるゾーンですから、ここ終わってくるんであればもう一段下っていう感じで、えー、考えておいてもらえると、えー、ジムに関してもシナリオ作りというか、えー、自分の中でうわここ割れたらちょっと厳しそうやなって見るね。えー 水平線みたたいいいいいなななとところでえ参考にははしていただけるんじゃないかなと思います、はい、上に関してはねまあ、とりあえず日足での25位目の上抜けっていうところはさっきのねビットコインと同じくしてきっかけにはなるかなと思うんですがうーんかなりねちょっと雲が分厚いので今上に覆い,いかぶさってるねえ下降雲が分厚いのでもうちょっと雲の下をえ推移してもしくはこの0.05っていうところねを割らずにこう横横して推移して雲の薄い部分を狙って えー、上に上がってくるっていうパターンの方がもしかすると見やすいかなとも思うのでもうちょっと横横するかもなっていうのは、えー、この辺りでね。 えー、分かっていただけるかなと思います。ただ0.048、えー、細かく言うとね、ここの水平割ってくるんであれば、もう一段下の0.038、えー、まで落としてくると思いますので、まあ、このあたりはですね、ぜひ警戒をしながら、えー、ジムに関してもチャートを、えー、見ておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思っておりますよ、というところでございます。はい、ということでね、このあたりで今日はね、以上で終わりたいなというふうに思います。今日もですね、今週もですね、えー、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。えー、ちょっとね、日月度、えー、動画が飽きますが、えー、次はですね、 えー、火曜日に動画を出せるはず火曜日うんはいですねはい19日の火曜日に次の動画が、えー、出てまいりますのでそちらをお楽しみにしておいていただいてちょっとね、えー、日月は祝日、えー、日、えー、休みの、えー、月祝日ですのでえー リア充ジュしていただいてですね、僕の動画を忘れいただいて、またね、改めて来週の火曜日にお戻りいただけたらなというふうに思います。はい、チャンネル登録はそのままでよろしくお願いいたしますよということでね、今日はね、これぐらいでしようかなと思います。今日の動画が参考になったためになったな、面白かったななんて思っていただいた方は、ぜひですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン、あとはベルマーク通知をオンにして、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします。あとはですね、WSOT、明日に、明日週末という形になります。 ぜひですね、今プラス域にいる方はそのままプラスを伸ばして、もしくは無理なトレードをせずにね、プラスでしっかりと着地するような形をとっていただけたらなと、着陸体制に入っていただけたらなと思います。で、まだ神7、戻ってこれる可能性全然ございますので、マイナス少しの方はですね、ある程度こう、短期的な戦略も含みつつ、最後までですね、プラスを目指してトレードしていただけたらなと思います。ただですよ、無理なトレードを強要しているわけでございませんので、 えー、無理なトレードはせずに、えー、マイナスを少しでねしっかりと損切りをした状態、えー、マイナスを少しで、えー、食い止めて終わるっていうのも一つの手ですからそこに関してもしっかりとですね皆さんのマイルールに合わせて、えー、最後まで WSOT を、えー、戦い抜いていただけたらなというふうに思っております。はい、ということでね、えー、今日は以上で終わりたいと思いますまた来週火曜日の、えー、19日の動画でお会いいたしましょうバイバイ本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。 チャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ